明けましておめでとうございます。私の誕生日？適当に書いた日付です。明けましておめでとうございます。大事なイベントがあるたびに不朽なる刃は天命の警備部隊として忙しくなりますが、明日、いえもう今日ですね。今日の仕事はそう多くはないようです。街の雰囲気を味わえるようにと皆さんが夜に休みをくれたのですが、館長、その頃お時間はありませんか？新年といえばいつも計画を立ててしまいます。例えば毎月本を一冊読むとか、春が来る前に百合に肥料を与えるとか。ところで館長、新年の計画はありませんか？どうしても達成したい目標、もしくは絶対にやり遂げたいことは？後で時間がありましたらメールで教えてください。チェックし合いましょう。生活も勉強も仕事も努力が必要ですが、楽しく自分を充実させることができるならそうしない理由はないでしょ。あ、夜の時間を確保するために急いで休みましょう。起きたら仕事を片付けないとですね。では最後にもう一度、明けましておめでとうございます。新たな一年、館長のすべてが順調に進み、毎日楽しく過ごせますように。ビアンカ・アタジナより。ビアンカ様はいつもこうっしょ。誕生日は適当に書いた、大事じゃないだなんておバカなことを言うんだから。冗談じゃないっしょ。毎年人よりケーキが1個少なくなるとか許せないっしょ。覚えておいて館長、彼女はチョコ味が好きっしょ。量はそう多くなくていいから、周りの人と一気に食べるぐらいがちょうどいいっしょ。メールにハッキングしたデュラより。